オオーディオファイルの再生、交換音を鳴らす、サンプリング素材などの交換音を USB メモリに入れ MODX プラスに接続します。音声ファイルを入れたいパートをタッチし、エディットボタンを押します。ニューウェーブフォームをタッチします。入れたい音声ファイルをタッチします。 するとこのように入れておいたオーケストラヒットの音声を鍵盤から出すことができます続いて別のウェーブフォームを読み込んでみますはい、ベルのように音程を変えたくない音色の場合は ピッチをゼロパーセントにします。このようにどこの鍵盤を押しても同じ音程で鳴らすことができます。このように音声ファイルを鍵盤にアサインすることで、このような音色で演奏することもできます。